愛好きなことをやらない人生は最高というか、ミニマリストというミニマリストライフというか、ボンゴラブというか、ピストラブというか。私ミニマリストになっていろいろ手放しましたけど、まあ、後になってこれ持っとけばよかったなっていう、そういうものをまた買いました。全く同じものじゃないですけど買いました。自転車、昔ロードバイク乗ってましたけど、なんか楽しさがわからなかった。その時に、小径車、ダホンのダブプラス乗った時に、このシングルスピードの楽しさ、それが分かったのと、ダブプラス、あれでいろんなところを出かけしたら、リアのスプロケットダメになりました。それ交換するためには、専用の部品買わないといけない。まあ、なんか、自転車をいたわって乗る、それも嫌だなと思って、普通な部品で直せるピストバイク2台買いました。上のこのシルバーのもの、こちらライザー、ロックバイクスのライザーって言いますけど、これは新品で買いました。新品で10万、送料込み10万でした。下の自転車、青い自転車、こちらジオスのスティーロという古いモデル、古いシングルスピードのモデル、これを中古で2万円プラス7000円で買いました。ヤフオクで落としました。上の自転車は新品だから、特に直すところ当たり前ですけどないですけど、下の自転車はいろいろ直しました。まず、この車軸、ハブと言うんですけど、車軸の部分のベアリング、それの後輪の部分がガタついてました。ガタガタ、錆びててガタガタになってましたので、それを自分で交換しました。ついでだから、前輪の方も買いました。前輪特に問題なかったけど、せっかくベアリング買うんだから、全部買いようかなと思って。こちら私の動画で紹介してます。あとはボトムブラケットというペダルの間についてる時空計。それも買いました。それが5000円ぐらいですね。それが大きなところです。あとは細かいところというか、消耗品、タイヤは買いました。タイヤパナレーサーのクローザープラスという一番安いもの。他と比べてないからわからないですけど、もともとついてたビットリアのザフィーロよりいい感じがします。比べちゃいけないですけどね、ザフィーロが悪いというより、その古い、ザフィーロが古いから悪かったというところもあるわけですので。あとはバーテープ。こちら。この白い部分。握りの部分。ここを巻き直しました。これも Amazon で1000円ぐらいかな。このぐらいが、この自転車に対してやったことですね。あと、地元のローカルの自転車屋さんで、スポークというか、ホイールのフレ取りやってもらいました。前後で4400円だったかな。まあ、そのぐらいかかるかなって。それでスムーズに走れてますね。自転車、去年からこの青い自転車乗ってます。近くを1時間半ぐらい走ってます。それで、まあ、周りから言われるんですけど、痩せたねという、それ言われます。まあなんか、痩せるとなんか周りから言われますね。何やったのとかって。なんか健康的だねっていう、太ってたらダメというところもないと思うんですけど、まあどうなんだろう。私もともとっていうか、ミニマリストやる前、100キロ行くか行かなかったかぐらいだったんですよ。まあちょっと記録としては怪しいですけど、100キロ超えました。100って、まあ、着衣してるとか、その時の水分の状態とか、そういうものでなんとか、ごまかしはできますけど、まあ、数値上3桁行きました。3桁。なかなか行けないって言いますけど、3桁行きました。そこでなんか、なんだろう。別にそれが悪いというわけじゃないけど、そこで食事制限とかしたらいいかなと思って、食事制限したら、90キロぐらいまで下がりました。その後自転車乗ったら、また10キロ下がったという。そして、
77とか行ったりまた80戻ったりっていう、その間繰り返してるっていう感じです。ただ奇跡的なところ、不思議なところは、冬になって自転車乗らなくなってもそんなに体重上がらなかったんですよね。それが不思議なところです。あと自転車乗ってパワーつきました。今年、去年から行ってるところ、いつも練習してるところがあるんですけど、そこ行く時にもう苦しかったんですよね。苦しかったんですけど、今回はこの苦しい、めちゃくちゃ苦しいが苦しいになりました。去年はめちゃくちゃ苦しかったです。それが苦しいという、そのぐらいになりました。なんかもうちょっと余裕が出たら、もうちょっと力加えようかなっていう、そのぐらいになってます。あと不思議なところは、ボンゴの音、自転車乗るようになってでかくなったような気がします。やっぱしパワーイズジャスティスみたいな、そういうところあるのかな。ボンゴって、ボンゴ叩いてるその動画見ると、みんなでかいんですよね。腕がめちゃくちゃ太いとか、ガタイいいですよね。なぜという、多分100キロ超えてますよ皆さん。まあ私は100キロぐらいでちょっと体的に苦しくなったから落としましたけど、センスいい人はもっと上げれるわけなんですよね。上げたきゃ上げられる、下げたきゃ下げられるみたいな。ただ上げるのも下げるのも体重って苦しいですね。希望の体重にするのが苦しいと思います。重たくしたいとか、力士みたいに太りたいっていうのかな、太りたいって言い方は悪いですけど、体重を上げたい、無理ですよ。あと体重をもっと下げて60キロとかにしたい、希望の体重にするのって厳しいんですよね。なっちゃって今があるはできるんですよね。私の周りでも、まあ普通に生活してて90ぐらいの人もいますし、あと、まあ、50キロぐらいの人でどうやっても体重を増やせないという、夏バテちゃうという、そういう人もいるわけなんですよね。まあそこは何とも言えないですけど、私はこの自転車良かったのかなって思います。その中でシングルスピード、じゃあシングルスピードの何がいいのかという、メカに関して考えなくていいところです。ロードバイクとかって、まあ、当然整備とかでも複雑じゃないですか。変速機があるから、変速機を扱わないといけない。これ素人じゃできないから自転車へ持っていくわけなんですよね。っていうところもあるし、あと走ってる時も変速を意識しないといけない。常に。それが、ロードバイクで強くなる秘訣みたいですから。変速をしっかりするみたいな。ただ、ピストバイクというかシングルスピード、変速ないから考えなくていいんですよね。考えなくていいから、もう漕ぐことに集中できるというか、それでトレーニングとか運動とか集中できると私は考えます。先ほども話しましたけど、ダホンのダブプラスという14インチの自転車、あれ乗っててすごい楽しかったんですよね。意外に走るんですよ、ちっちゃいのに走る。だから遠く出かけてた。そしたらどんどんチェーンが伸びてって、スプロケットがガタガタになった。じゃあチェーンまた新しいのすればいいじゃんって変えたら、ゴリゴリ言い出すんですよ。あらーって、やっちゃったって。じゃあスプロケット交換するか。ん？スプロケット、後ろの車輪とアッシーじゃんっていう。これ全部買わないといけないのかっていう。それまた、遠くとか行って、酷使したら、そのスプロケットが傷んじゃう。それも嫌だなって。そんなんが嫌で、普通サイズの自転車にしました。普通サイズの自転車だったら、ほぼ全て標準部品ですので、買ってそれだけ交換すればいいわけです。だからそれストレスかかないと思います。ということで、そろそろ10分になりますので終わります。皆さん、自転車楽しいと思います。ぜひ乗ってみてください。